それではヘッドライトの枠の取れ方を活かしている車の双方解説やります。まずはイントロ。まあ、全体的にこの曲はそこまで難しくはないんですが、でもとにかくテンポが速いので、そこは難しいですね。なのでゆっくりから練習して、確実に弾けるようになってからテンポを速くするのがいいと思います。ライブではハンマリングになってますが、オリジナルはピッキングしてますね。どっちでもいいと思いますが。上でビグズビーのアームを使ったフレーズ。ちょっとストレイキャッツっぽい。こと2回やります。それでこれバンドスコアを見ると全て4和音になってるんですよね。例えばこれ1回目、ここが一番低い、4弦、全て4弦に低い音が入ってるんですけど、オリジナルもライブも確認したところ3和音で弾いてます。なのでオリジナルにこだわる方は3和音で。けど、4和音の方が響きが重厚になって、それもいい感じなので、まあ、好みに応じて、やるのがいいと思います。A メロ前のフレーズ。これはエンジェルフィッシュがこんな感じで弾いてます。で、A メロ。こんな感じでブリッジミュートと左手のミュートを織り交ぜて、ゆるく弾きます。ライブではだんだん、右手のブリッジミュート外れて、外れていくみたいな感じで弾いてますね、ベンジは。次 B メロ。これも特に言うことはないけど、サビ前が、って感じでライブではこんなフレーズが入ってました。でサビ。弾いたら簡単なんですけど、早く弾いたら結構難しい。このフレーズはレインドッグとほとんど、レインドッグも同じような感じなんですけど、ちょっとオリエンタルな音階を、休符を混ぜて弾くっていうやつ。
回目は、初めの音が1弦7フレットから始まるなんですけど、2回目と3回目は1弦の9フレットから始まってますね。1回目が、2回目と3回目がっていう違いがあります。じゃあ通して弾いてみます。まあこれ、まあこんな感じで、テンポが速くなるとちょっと難しいかな。それで次は、また A メロ、B メロ、サビが終わって、それで、ギターソロですね。はい、このフレーズはエンジェルフィッシュから採譜しました。ブリッジミュートがね、かけてるのと、あとアクセントを強く弾くところとか結構、よく聴くと凝ってるなっていう感じですね。PM って書いてあるところはブリッジミュートの箇所なんで、あとアクセントも一応つけておきましたが、こんな感じで、次がここまでひたすらフルピッキングですね。ちょっと運指が難しいかな。ゆっくりだと簡単だけど、速くなるとかなりこれもややこしいですね。で次がかな、これも。ここの運指ですね。こんな感じで今回はここで終わります。どうもありがとうございました。